終わってる？始まりました。あ、オッケー。はい。ダサいな。問題ない。はい。よし、行くよ。3、2、1、ちょうだい。3、2、1、ドーン。皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年はね、まあ動画投稿まだしてないかな。うん。してないよな。まあそれちょっと理由があったやねんけど、まあ、さ TikTok 僕ら一番頑張っとったんやけど、 TikTok のもうやりらフィーのネタがバズらないと、うん、もう載せてもな、うん、300いいねとかでな、うん、これまずいな、新しいネタ考えななってずっと考えとってんけど、まあ、思いつかんくて、ほんでどうしようどうしようのこの20日間ぐらいやったんやな、うん、まあ、体調崩したりもあったけど、うん、ほんで、まあ、やっとネタも決まりましたと、うん、で今日また集まってやろうか言うてんの、うん、まず YouTube から話すか。そうやな、 YouTube だから去年1万人いったよな、うん、結局年内目標は、うん、最初に掲げた目標は10万やってんけど、うん、まあやっとうちに10万無理やなって気づいてな、うん、そんなあんまないわ、うん、やけど結局こうなんだかんだ1万人は達成して、うん、で、まあ、収益化も一応 なってええ感じやなってとこで、まああの順位やとカズサが入ったり、うん、まあ、結局抜けてんけど、うん、まあ、そんなもあったりしてな、まあ、今年はまた2人で頑張っていこうかって、うん、今年の目標どうしよう、せーのでいく。まあでも今年無理やったらやめるっていうのは引退だから、引退やからその目標の、まあ、何万人かといって2万でやめませんはあかんからね、うん、それじゃやめた方がいいよなってくる、うん、現実味あるところでいきます、まあ、リアルにな、ガチなやつや、俺はいきます。20万人いきましょう。いどう、いいいいと思う。20万人、うん、俺15万人ってことし、あ、そんな俺も迷った今年だから15万から15万以上は絶対行こうと、うん、もうそれいかんかってやめます、うん、それぐらいの覚悟持ってやります、うん、あと何言うことあったかな。 TikTok やな、そうやな、 TikTok は今3万8000か、うん、とりあえずなんぼ、これ10は欲しいよな。10はいかなあかん、ね、10かなあかんな、20、20、30、30やな。 TikTok も最低30、うん、で、行くネタも思いついてます、うん、もうこれいかんかったらあかんな、うん、でもこれはほんま自信あるわ、自信ある、そのネタはいつから来週ぐらいから上げれるかな、 TikTok は、うん、ほんで YouTube はもう今日から毎日あります、行きます、まあ、これぐらい緩い動画です。そして、うん、そのなんかなんちゃら企画とかあんまな、うん、せえへんと思うけど、まあ、楽しい企画やっていこうかなと思っております。はい、そして皆様にはもう一つお伝えしなければならないことがあります。重大発表ですか。重大発表です。こっちここからが本題です、はい、では浜田さんお願いします。じゃあ変わります。いや服一緒やないか、恐ろきとも一緒に何言ってんやけ、恐ろきとやんけお前。いやー、まあ、僕からの重大発表、話入ってこうへんと色落ちしまうもん話入ってくるかお前。いいですか、いけいけ。重大発表ですか、うん、まあ、僕たちのTikTok、YouTube 伸びなかった原因っていうのが、まあ、僕の中でありまして、ほんまにあの売れてる有名人とか YouTuber とかって、あ、分かった、はいはいはい、はい、服装違います、顔ボツブス違います、あ、はい、あ、はい、続けて、すみません、違います、すみませんいいですか、はい、ですね、本当もうあの小さい時に貧しかったりとか、うん、なんか家庭が複雑やったりとか、うん、そういうのがあるんですよ、うん、僕たちないじゃないですか。せやな、家帰ったらご飯もあって、うん、ね、恵まれてるって、まあ、金銭的にも別に困ってないしな、 そう、今はそれがあかんと、うん、なので環境を変えるために僕たち東京に行きます。素晴らしい、ちょほんまについてきてな、あたい今日なんか LINE で俺信用ないから行けて尼崎やねんって言われて大丈夫やんな、でも遅刻やから大丈夫やんな。いや、だってさ、これ新年初2発目やん、うん、1回目この決意動画撮ろうって言った日遅刻してさ、うん、今日また遅刻やで、うん、それはなくなるよ。だから約束したやん、うん、3回目だから次遅刻した時僕坊主にします。絶対せえへんやん、します、ほんま多分次の動画坊主になります。遅刻する気やないかい。まあそういうことやな、うん、東京行く時は、まあ、3月1日か4月1日どっちかに行って、ね、ヒッチハイクで行こうと思うので、うん、まあこれはなファンのみんなに助けてもらおうかな、助けてくれたら嬉しいなって思います、うん、会いたいとかついでにちょっと車乗せてくれて運んでくれてありがたいですね、うんかな、かなやろな、もうそんなもんな、すごいな、もう決意言ってる、決意、東京行ってこうなりますと、あ、東京行って
まあ、まあ僕はもう原宿竹下通りを言いたいだけ、まあ、言いたいだけっていうまずそっからやな。若い子に、若い女の子とか女子高校生とかに、まあ、広めてもらって。いやお前竹下とかで三宮でもお前知名度まだゼロやん。嫌うやん。俺だけやんけ。お前さ何やねん。それはなしやん。ちゃうやん。どっちかで有名になったらこいつがおるからこうなったわけ。それ言い出したらあかんわ。それあかん。もうあかん。お前声かけられてない。そんなんええねん。お前ちゃうやされてほんま。なもんそんなもんかな。俺一個言うとかなあかんことあるねん。仲裁今日朝営業の就職の面接行っとった。え行かへんの。東京うん。いやそれ行くとか行かんとか言ってないけど今朝、面接ズーム面接してきた。してるやん。うん。え？え？マジで？